おはようございます。森山区栗から不動寺の住職、森下瑞道です。今週も森下瑞道の瑞道指南帳スタートです。さあ今日はですね、今日は財布、お金を入れるあの財布です。財布、その財布とその持ち方であなたもお金持ちになれるかもよというお話です。財布とその持ち方です。これ財布ね、まあ吉財布、よくなんかこう春に財布買うとね、なんか縁起がいいというふうに言われておりますよね。その時にまあチャンバリンというチベットのお寺が栗から不動寺の中にありますが、このチャンバリンの秋の大祭では、失礼しました、チャンバリンの春の大祭では、財布供養というのをやっておりましてね、これも番組の中でもひょっとしたらご紹介させていただいたかも分かりませんが、この中で吉財布というのはこういう財布ですよというお話もさせていただいております。吉財布というのは、まあ例えばですね、財布が筆箱みたいになっていないことね、ファスナーでビーッと閉じていない、これね、お金がなかなかうまいこと入らない、領収書はいっぱい入るけどお金は入らないというね、そういう変な財布になります。それからできれば財布そのものにあまり金属がベタベタない方がいい、なるべくない方がいい。それからなんか明らかにこれヘビだなとかね、明らかにこれワニだなとか、そういうふうにあからさまに分かるような、革の財布は、まあ、あんま良くないですね。縁起としては決していい方ではありません。でじゃあどういう財布がいいかというと、のぺっとしたやつのぺっとしたっていうか、こう甘いデザイン、表面のこう模様とかなんかがないやつ、それから自分のラッキーカラーの財布がいいですよね。ラッキーカラーはまあいろんなところで教えてくださいますし、それからなんかまあ雑誌とかにも載ってる場合もありますので、確認していただければいいと思いますが、そのラッキーカラーの財布で、長財布、1枚のお札を入れて半分に曲げないやつね。中にはね、半分に曲げた上にさらにファスナーでビーッと止めれるというタイプの、財布もありますけども、はっきり言って、まあ、あくまでも私的にはですからね、私的にはですから、まあ、メーカーから文句言われても決して困るんですよ、最悪です、それからこの財布の持ち方、この財布ね、お尻のポケットに入れている人ほぼ金持ちになりません本当ね、お財布をねお尻に引く、これね、お金嫌がるんだよ。お金にもね魂ありますからね、皆さん、お金って魂ないと思ってる人がほとんどだと思いますけど、お金に魂あるんだよ。でお金を好きだという人のところにあんまり来ないね。お金から好かれてほしいんです。お金から好かれ、大事にする。だからせめてお尻のポケットに財布は入れない。それからぐちゃぐちゃとしたもの、まあ、お尻じゃないにしてもですね、ポケットに入れない。中にはいらっしゃいますよね、例えばお釣りでもらった、例えば千円札をですね、もうそのままぐちゃっとこうわしづかみにしてまんまポケットに入れると、これどう考えたってお金から好かれるっていうタイプじゃないよな。私はもうね、もうなるべくもう一回折られた経緯のある財布、お金すら本当は嫌なんですけども、まあでもそんなこと言ってたら金持ちどころか金に縁がない人間になってしまうので、まあそこまで言いませんけども、最低限お金はね、やっぱりいつも綺麗に入れておく、お財布の中に。だからお財布はいつも綺麗な財布ね、あまり、例えば10年も20年も経った財布の中には持っていらっしゃる方もいらっしゃるかも分かりませんが、なるべく綺麗な財布の中に綺麗なお札を入れて、尻のポケットには入れない、まあそれから何、ズボンのポケットにも入れない、できればなんかこうハンドバッグやもしくは手提げのバッグ、それから男性の場合は、スーツなどの内ポケットに入れる。やっぱり長財布、それから小銭は小銭入れに入れた方がいいです。小銭は小銭入れね。もう一回言いますけども、長財布でも、財布の筆箱のようにね、
なって、あのファスナーがチューってついてるやつ、あれはもう領収書はもうどんだけっていうぐらい入ってきますけど、お金はどんだけっていうぐらいは入ってこない、ちょっとだけね、はい、だからああいうあのファスナーがない方の財布がいいです。かといって、ブランドのメーカーさんからお前余分なこと言いやがってって言われましても知りません、私はそう思っておりますけど。というわけでございまして、今週はですね、財布とその持ち方であなたもお金持ちになれるやというお話をさせていただきました。森下瑞道の瑞道指南帳、お相手は私森下瑞道でした。来週もお楽しみに。